私は都内に住む27歳独身王羊座佐藤美ラ和子。今日も今日とって何かが足りない。私の体に足りないものがある。筋肉かななんだこの腕これが世に言う細々マッチョか。カエルの足ぐらいしか筋肉ねえやん。クリスタルガイザーのふたすら最近開けられない筋肉の危機を感じている。人生をカエルのように平泳ぎして優雅に渡り歩きて、ー <laughs> これやってるときスローで見たらツバすごい飛んでるのかな恥ずかしいツバ噴射 お腹が空いて力が出ない。胃から警告文出されてる。私に足りないものは筋肉ではない。野菜だ最近野菜食べたすぎて発狂してる。昔は焼肉で野菜食べたいとかいう大人を冷ややかな目で見ていたが、今は気持ちが痛いほどわかる。もはや野菜はサブではない。メインどころだ野菜、肉、野菜で挟むとちょうどいい。大人の BLT バーガーなのだ。ストレッチして、大量の野菜を借りに行くか。 引っ越ししたけどこんなに引っ越しって大変だったっけ宿狩りみたいに簡単に引っ越ししたいあいつらワンルームでも幸せそううんこらうんこらうんこらショー本プラギリギリうんこらショットガン当に出たぜ天気良すぎて切れそう最高限界大学生が単位を欲するよりも強い欲するで私は野菜を欲してるズラエアロビックキューブこの前コンビニでご飯買って温めて帰ってきて食べようと思ったら一個店員さんが入れ忘れてた食べ物 残ったのはおまけで買ったスープと海苔で買った屋台で売ってる風の塩漬けきゅうりだけ。断食道場かと思っちゃった。一人断食道場、死ぬかと思ったズラ。断食して、力が出ない。修行僧アンパンマン。バイキンマンは実は納豆菌で何かと使えるから殺されてない説を押していきたい。最近すれ違うおじいちゃん90%の確率で一人ごとで、暑いなーって言ってる。かわいい。一人ごとが漏れているというより、こちらが聞いてはいけないものを聞いてしまった ののようななそんな感覚完全に自分の世界だこの前はコンビニで期間限定猫のキャラクターとのコラボクッキーの前におばあさんがいて一人ごとで猫かって言ってた。クッキーだけ食べたかったのかな珍しいタイプだ。普通のクッキーもお菓子コーナーのところにあるよ、おばあちゃん。そういう無駄を省いたデザインが好きなら無印良品ってとこに行くといいよ。きっとしばらく出てこれなくなる。 到着だ。んなんだこれは夏鍋だとめちゃくちゃええやん。いや、ちょっと待てよ。そもそも鍋って一人で食べに来るものなのか。夏鍋のメニューを拝借。夏に鍋を食べるものを応援してくれている。まさに私の応援団だ。三三七秒引く、しくえ、待て事件だみんな まだ何も頼んでないのにビール来たんだがええええ頼んでないよこの泡の飲み物頼んでませんすいませんなんだなぜビールが来たええー なんか店長さんらしき人のご厚意かと思ったら今ビールの試飲してるからみんなに配ってるらしいビールもらったぜ <laughs> ただでビールもらっちゃったいいのでしょうか麦のうまみおいらいただきマッチョマン他の宅の人たちはなぜ平然と受け入れているんだこのビールを <laughs> グーラッキーガールさて鍋を注文したぞ期間限定の塩レモン鍋にしてみたグー <laughs> 今まで頼んだことなかったようなものを頼んでみる月間見てこれ、レモン鍋かな。入りたい。スープ半分好きなやつにできるからもう一個は和風のスープにした。ぐっちょび、夏野菜もついてくるらしい。さっぱりしすぎてフル上がりの気分になりそう。おーいおいおいーおいおいなんだこの図は一人ちゃんこかなすごい量の食材と道具が置かれていった。ついでに大好きウーロンピャーも頼んじゃった。うひひひさてと、えー、まずは何すればいいんだっけ 温度を下で確かめてっと。うんちょうどいいこの間コロコロコロシアムベジタブルどんどん投入するぜこんな量食べられるの勝って思うよね。でもあら不思議野菜ってなんで茹でると三分の一ぐらいの量になるのかなどなたか圧縮袋入れたのかなその圧縮袋を教えてほしいパッキングに使いたい必須アイテム大好きなもやしちゃん投入両方の汁に均等に入れた 嘘ですレモンの方が若干悲喜して多め見てなんか氷もついてるすごい 湯気が立ってきたぞ湯ばーできそうさーて忘れてはいけないお肉ちゃん行きなさいお押おすなって言われても入れちゃう熱湯レモンブロ。よしなんかレモン鍋の方のタレを作らなきゃいけないらしい。これをちょろちょろちょろっとこれぐらい入れて、大根おろしを入れてと、いただき豚ちゃんと野菜をハサミにして、ふうふう。いただきまっちょまんん ももももんうままままままま待て忘れてたビアカンピーナッツごくごくごくうまままままうまいお前、やるじゃねえか昼から飲みやがってあ、すいません、私です。落ち着けモンスターマジで美味しいちょっとレモン汁で薄めてみようふうふういただきますもぐ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 うまま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 野菜ジャージ ダメだ。もっと追加せねば、需要に追いつかない。野菜たち、出荷グビグビグビ。クー和風の方も食べてみよう。よっこらよっこら。お汁も取ってと、ちょっと汁飲んでみよう。ごくごくごく。ふぅー染み渡る優しいおだしちゃん。実家の扇風機ぐらい優しい。あち。やばい、熱くて持てない。手の皮が面の皮とは比例して薄いミキエラ。熱いものが何も持てない。あち、あち、あち、あち。 よし、もうしょうがない勢いで乗り切るサマージャンボハム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 うまうまピーナッツ野菜とお肉のミルフィーユここにウーロンピャンを流し込むごくごくごくうんうましとここで、サイコパスアンパンマンキー熱々 お昼から飲むパンマン。さーてとー、ここで気になっていた氷を投入してみる。どういうことだ鍋とかき氷。正反対にいる者同士の組み合わせ。うちの祖母とかのお姉妹さんぐらい別世界の組み合わせ。楽しみだ。このレモン氷につけていただきます。うまだまままま。なにこれ南極でサウナしてる気分。ハムハムハム,ハムうまー。氷一個食べてみようかな。パクリ。す うわーわーわーここ5年で一番酸っぱいうわー脳天直撃された見てくれ鳥肌立っちまったすごいこんなレモンが凝縮された氷使ってるのか恐るべし温野菜ここで夏野菜を待てこれはどうやって食べればいいオクラは鍋に入れるのかまあいいや、入れてみようさて、茹で上がったから食べてみますいただきますんー これは茹でてよかったのか正解がわからない味だ。ミスったかもしれない。夏野菜のケアレスミス。ごちそうさまでした。くは美味しかった。レモン鍋に死ぬほどコラーゲン入れてくれてるみたいだからお腹もちもちになった。やったぜ。それでは、 鍋食べたぜやっと野菜大量摂取できたぜテンション上がりすぎて帰りにカスタードを持ち買っちゃった明日の朝ごはんこれにしいよっうっとウキーウキーウキーキお腹いっぱいになりすぎて締めまで食べられなかったから店長さんに締めはお腹いっぱいになっちゃったからなしでもいいですかって聞いたら、あろろあんまり食べられないんですね。お腹いっぱいですかって陽気に心配されちゃったはははチャンネル登録よろしく チャンネル登録よろしく。